ワークライフをハッピーに。どうもユニフォームネクストの野坂です。 TS デザインさんコラボ動画2本目になります。お願いします。お願いします。じゃあ軽く自己紹介だけ、TS デザインの瀬尾です。よろしくお願いします。お願いします。同じく高野です。お願いします。お願いします。今年の2023年の春の新商品紹介というところで、2本目はカラーラボシリーズですね、はい、560シリーズの新商品をご紹介してもらおうと思います。はい。で、まあ、2本目もですね、1本目と同じく僕は基本的に喋りません。瀬尾さんお願いします。お願いします。お願いします。高野さんもお願いしますって言ってた。あ、そうですか。みんなからカラーラボフレックスっていうジャンル分けでやってるんですけれども、はい、フレックス時代性を持ったっていうところで作ってる商品たちになります、はい、秋冬が561シリーズという形でやってまして、こちらに使ってるのがソロナという植物性由来のすごい機能を持った糸なんですけど、そちらを使っていて、共通軸で今回もソロナを使って作った春夏物っていうのがこちらになります、はい。カラーとしてはすごい現場系、例えばキャメルであるとかカーキグリーンとかシルバーグレーとかあるんですけれども、ポリエステル今回 100% なんですけど、ポリエステルの糸の特徴って分かりますか？ポリエステルの特徴ですか、はい、素材の面で言うと融通が効くというか、そうですね、何にでもこう使いやすいっていうのはあると思います。そうですね。だからポリエステルの糸ってそういう形でこう汎用性が高いっていうのもあるんですけど、綿とかシワになりやすい天然繊維は、でこちらの方は合成繊維と言われる石油からできているものなんですけれども、はい、総じて強度が強いっていうのがあります、まあ、いろんなお仕事にやっぱ使いやすい素材っていうところあるんですけど、デメリットがあって強いんだけど硬いっていったところ、昔からの商品でポリエステル 100% のブルゾンとかだとしっかりしてんですけどガチみたいな感じだったりするっていうところを、まあ、このソロナっていう糸自体はしなやか、伸びたり縮んだりっていうストレッチ性とキックバック性っていうところも優れてるんで、ポリエステルの強度もしながらもそういうしなやかで強いっていうのが特徴の糸なんです。それを生地の中に使ってですね、商品としてるのが特徴の一つになるんですけれども、やっぱり今ストレッチ性って必要じゃないですか。大事ですね。大事ですよね。本当数年前まではストレッチっていうと、お、それが一つの機能だよねっていう話だったんですけど、今はどちらかっていうと標準、当たり前に伸びてるっていう感じですね。そうですね。車で言うとカーナビみたいな、あ、当たり前についてるついてるっていうところ、まあストレッチは絶対に必要っていうところで、伸びるんだけどちゃんと戻ってくれるっていうところ、うん、とかどっち方向に伸びるかっていうのがみんなが大事だなって思ってるところだと思うんですよ。縦横でいくと縦方向に伸びる生地になります、はい、で普通皆さん引っ張るのって横方向に引っ張るんですけど、うん、今回うちは縦方向といったところで、上下の動きっていうのは非常にメリットがあるというか、はい、例えば横の動きとかは今回僕たち考えたのは、はい、ここの部分、背中の大きい部分が広く取ってあるのが分かると思うんですけど、うん、はい、ここがパーツがない、パーツがないっていうことはこういうようなステッチがないっていうことになるんですけど、うん、要は伸びを殺すことがない状態を作ってるので、うん、普通はこうワークウェアってこうよく横にこう伸ばす動きをするんですけど、生地じゃなくて製品として感じやすいような形にしてあったり、逆にこういう縦の動きですね、うん、こう前屈したりとかこう上のものをこう取ったりとか、はい、動きに対しては縦方向が伸びるんで、ものすごくここは動きやすい、ちょっと素材と生地の両方で使いやすさっていうところを作ってる商品になります。なるほど。あともう一つこだわってるのはこの内側なんですけど、はい、うちのワークウェア特徴的なポケット、実は表から見るとそんなに大きくないけれども、うんうんうん、実は容量は大きいよ、でそこが二重になって補強になってて物を入れても安心ですよっていうところもあるんですけど、この素材は夏の嬉しい、まあこれ春夏物なんで、はい、夏の嬉しいポイントっていうのを搭載してて、はいはい、風通しの良さとか、うん、もう一つ大切なのが肌離れ性、はいはいはい、要は昔感じたのが洗いざらしのシーツとかシャリッとしてて寝転がったら気持ちいいみたいな、まあそういった形で肌離れがいいっていうのも暑さを感じにくいというか快適を感じやすいポイントだと思うんで、そういったところではこれ二重折りにしてるんで肌にべったり貼り付きにくい、なるほどっていうちょっと仕様にしてます。なので夏の快適ポイントとしては肌側二重折りでテンタッチになるんでさらっと感じますよっていうところが生地のもう一つの特徴、まあ、そこに昨今だと気になるエコの要素っていうところが
ソロナっていう植物性由来の糸を使ってますよという形になってます。付属もこういう形なんですけど、うん、素材何か分かりますか？いやこれ見た限りは金属に見えますけど、ね、ですよね、はい、実は樹脂すごい、はい、になってます。光ってますよ。樹脂なんですか？樹脂です、樹脂です。フロントのファスナー、いやこんなん完全あ金属じゃないですか？いや樹脂、樹脂にすることで、まあ、生地も当然導電繊維入ってますし、はい、付属としても樹脂にしてるので、全て静電の性能を付与してる、まあ、GST8118 すごいレベルにクリアするっていう商品してます、はい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 、現場で使いながら夏に嬉しい機能もあって静電っていう機能もバッチリだよっていう、そういう商品になってます。めちゃくちゃいい商品じゃないですか？そうですね、めちゃくちゃいい商品じゃないですか？めちゃくちゃいいですよ。めちゃくちゃいいですよね。冬物はずっとパンツ履いてるんですけど、うん、はい、もう半年履いてるんですけど、もうほんと軽いし、動きやすいし、洗濯してもすぐ乾くし、はいはいはい、最高ですよ。アイテムとしても、従来だったらブルゾンがあって、カーゴパンツがあって、スラックスがあって、それのメンズとレディースがあってって感じなんですけど、まあ、もうちょっとこういろんなシーンでも着ていただきたいなっていうところで、はい、登場したのがこういうスイングトップタイプ、スイングトップですね、はい、で営業職の方でも着れたりとか、まあ、性別もなんだったら問わないというか、うん、あの感じにくいようなものになってるっていうのと、ワークだといろいろとアイテムとしては必要になってくると思うんですが、あのシャツですね、はいはい、で昨今はどうしてもポロシャツだったり T シャツだったりとかいうのがこうメインになってはきてるんですけれども、きちんと着たいよとか、あのお仕事柄的にこういう不白の方が適してるっていう方もいらっしゃるんで、そこでちょっと今回はシャツも登場して、このシャツは年間通して使っていただけるっていう形で企画してます。だからあれですね、そのジャケットとシャツを一緒に着るっていうよりかは、シャツはシャツだけでも合わせられるってことですね。そうですね、ブルゾンと同じようにこういう大きめのポケットがついてますよとか、前を閉めてしまうとこうボタンが隠れる仕様ですね、だから物を傷つけにくいですよとかいうのも入れてる商品なので、まあこういう複合して秋冬と合わせて着てもらえるのが今回の春夏のものになります。あとは素材のことは本当盛りだくさんなんですよ、はいはい、働いてると何が起こりますか？働いてるこれちょっとすいません抽象的すぎません？あ、そうです、ね、働いてると何が起こりますか？うん、働いてるといろんなこと汗かいたりとかあると思うんですけど、はい、そういうのって何か浮かぶのありますか？汚れがつきやすい。ああ、そうですか。ここら辺見ました？見てないですよ、見てないですよ。見ないようにしてますよ、答え書いてあるから。どうしても汚れっていうのつきやすいと思うんですよ。前回、この秋冬物の時には、汚れがつきにくい、撥水っていう機能をつけたんですよね。で、これ夏なんで、はい、弾くってなると、風通しも、なるほど、阻害したりとかするので、はい、今回はついても落ちやすい。SR 加工ですね。SR プラス吸水速乾。マッチングしやすいので、はい、それをつけて、夏ってやっぱり汗たくさんかくじゃないですか、うん、だから早く吸って早く乾かすっていう機能と、うん、あと汚れがついても洗ったら落ちやすいですよ。しかも洗ったらすぐ乾くってことですね。そうですね、っていう形でもう機能盛りだくさんで、形としても4つポケのブルゾンがあって、スイングトップがあって、シャツがあって、うん、カーゴパンツ、スラックスがそれぞれメンズとレディースあるよ。これは一つの企業様でいろんな種類で納入しやすいですよね、はい、そうですね、部署ごとに商品分けたりとか、うん、そうですね。そもそものお話なんですけど、はい、スイングトップって何ですか？形として、形としてこの形がスイングトップだっていう、その特徴的な部分あるんですか？ザ・スイングトップっていう形よりは若干アレンジさせてもらったんですよ、うんうんうん、例えばこう襟の形はこう開いてる状態にして、スイングトップってやっぱりジャンパータイプというのが多いんですけど、やっぱりワークとしてやっぱ使いやすい方がいいよねっていうと、ポケットとしてはフラップがあると逆方向から手入れるようなだったりするので、まあサッと入りやすい切りポケにしたり、胸も収納っていうのがやっぱりあった方が、ペンを入れたりとかもあるし、電話入れたりとかもあるんで、収納っていうのは必要かなとか、弊社のアイコン的な存在のこのマルチスリーポケットなんかもつけて、ここにペンを何本か刺したりとかできるように、ちょっと TS 流にはアレンジしてます。いわゆるカジュアルシーン の, あのアパレルブランドのスイングトップではないっていうところなんですね。そうですね、 TS さんのスイングトップ。そうですね。あ、パンツを言うの忘れた大事なとこ言うの忘れました。大事なところ。
弊社のパンツってワークパンツっていう形が多いので、どうしてもカーゴパンツとかギミックが多いとか、見た目もちょっとハードだったりとかするものが多いんですけど、このシリーズのスラックスは非常にシンプル。確かに言われてみたらそうですね、はい、でさっき縦伸びの話をちょっとしたんですけど、はい、縦に伸びるとめっちゃ伸びるじゃないですかこれ。そうなんですよ。これ映ってないですよ。あ、映ってない、映ってないです。やばい、これ分かりますかね、この伸び具合。これ分かりにくい、これ分かりにくいですねめちゃくちゃ分かりにくいですね。後でワイプかなんかで、ね、はい、入れていただいて、すげえ伸びた、はい、だからめちゃめちゃ多分履きやすい、楽ちん。これ瀬尾さん、僕パンツだけ欲しいかもしれないです。あのパンツだけって全部もちろん欲しいんですけど、パンツだけ買って、はい、上いろんなポロシャツとか T シャツとか合わせてもいいかなと思うんで。いいと思いますね。これいいですね、うん、組み合わせがいろいろできるっていうのが、うちの面白いところ。普通だったらこれの同じようなシリーズ の、 シリーズのトップスを合わせるんですけど、例えばステルスのジャケットにこのパンツとかね、合いそうですね、うん、そういう組み合わせもできるし、いろんな使い方ができるっていうのがうちの面白いところ。 SR で一言に言っても何に強いかっていうのに言い忘れてました。実際、まあ、汚れがつきにくい加工じゃないですか。そうそう、汚れが落ちやすいですよ。はい、実は、はい、いろんなこう相性があるんですよ。あ、それはですか。泥に強いですよとか。何でもに強いわけじゃないんですか。そうなんですよ。粉系の汚れに強いですよ。あるんですけど、今回は機械油にちょっと強い汚れがつきにくい、あ、落ちやすい SR。 言い残した。いや、ないです。ないですか。もうないですか。セオさん完璧です。ありがとうございます。最高でした。ありがとう。最高。最高です。はい、ありがとうございます。二人で褒め合う。まあいいですけどね。お二人仲いい感じが分かってたんですけど。今回紹介した商品ですね。この動画の概要欄に商品ページの URL 添付しておきますので、そちらからチェックしてください。じゃあ2本目、高信さん締めましょうか。はい。はい、お願いします。では、ご視聴ありがとうございます。まだまだ。この後続きますんで、ぜひお楽しみに。ありがとうございました。今のためは何ですか。いや、わかんないですけど。